くるみとゆうの〇〇三角×四角。この番組は情報と教育の大分社がお送りします。あの金曜日でございますね。早見ゆうちゃんのですねアドレス紹介が2回も金曜日続いちゃって、なんか2回も金曜日続いちゃいましたね。なんか不思議な感覚でございますが、今日はあのアドレス紹介から、はい、岡田ゆっこちゃんのところにね、お電話がつながってると思います。レコーディングスタジオにいるようでございますね。なんか嫌なやりとりでございますが、ちょっと呼びかけてみたいですね。ディレクターが嘘つく場合ありますからね。もし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 、岡田ゆっこさんどうも初めまして。はい、どうも初めまして、岡田ゆっこです。文化放送の吉田です。よろしくお願いします。いつもあの先輩の早見優さんにお世話になりっぱなしの吉田ですけども、なんかあの、ゆっこちゃんは、はい、早見優ちゃんがやっぱ先輩だから、はい、割とあの先輩の前だと緊張しちゃう嫌いがあるんですって。そうですね、やっぱりなんかこう先輩っていうと、ね、ちょっと緊張しちゃいますけど、ね、その点桑田靖子ちゃんは全然あの気を使ってませんけど、ねあの今ゆっこちゃんはね、ごめんなさい、レコーディングが大好きで、あのレコーディングのね、スケジュールを8時間切ってくれっていう噂聞いたんだけど、本当はね、聞いてませんでした。ゆっこちゃん、はい、先輩ですからあまりしくじらないように一つお願いしてください。はい、あ、すいません。いやいや、レコーディングは好きで、はい、8時間ぐらいスケジュール切ってくれって言ったりするんですか？すごいね、たくさん時間があった方が嬉しいんで、すごい好きなんですよ、だからね。でもサンミュージックは変わった方が多いですね。森田健作さんは朝8時からレコーディングするっていう。そういう意味では私が一番ノーマルですね。ノーマルですね、そういう意味では。でもゆうこちゃん、本当にレコーディングが好きなんですよね。だからそれだけやっぱりあの雰囲気が楽しいんでしょうね、レコーディングの雰囲気はね。ゆうちゃんはあんま好きじゃないですか、レコーディング。大好き大好き、うん、でもそんなにスケジュール切ってくれませんけどね。あ、そうなんだ。ゆうの場合は声がそんなに続かないから。あ、そうなの。だって8時間も来たらやっぱり、うん。でもうちのレコーディングも楽しいですよ。じゃんけん大会とかね、ケーキ取り合い大会とか。そういうのじゃない？いや、そういうのはないんですけど、ただレコーディングの時ってこう勝手に一人のめり込んでらっしゃるから、ね、僕はつい最近嬉しいことありますね。岡田ゆっこさんの週刊誌の水着を見てしまいました。あの本当にゆっこはねプロポーション抜群。抜群、うん、でもゆうちゃんも抜群。いや本当にね、ゆうこちゃん綺麗ですよ、うん、ウエストはキュッと引き締まっててね、うん、ちゃんと出るとこは出てるし、ね、羨ましいですよ。ゆうこちゃん、ゆうこちゃん、こんだけあの早見ゆうちゃんが褒めてますから、ゆうこちゃんもです。ゆうちゃんなんかすごい素敵ですよね。お互いに先輩後輩が讃え合うというね、これが美しいわけでございますけど、やっぱりサンミュージックだね。それではですね、岡田ゆっこさん、はい、あの曲をおかけしますんで、はい、一つまだ電話切らずに待っててください、はい、それでは大拍手で二人だけのセレモニーです、どうぞ。はい、そうです。今日は何時からなの？今日は、12時ぐらいまでじゃないかなと思うんですけども。はい、じゃあもう終わりじゃないですか。一つ頑張ってくださいね。はい、はい、またあと一つスケジュール許す時に置いてください。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。